ここからは J プロツアー第17戦18戦の模様をダイジェストでお伝えしてまいります。第17戦前橋クリテリウムは9月24日土曜日に群馬県の前橋市で行われました。さあ、このようなコースですけど、浅野さん、はい、どんなレースですか。はい、この前橋の街中をですね、直接クリテリウムコースを作りまして、非常にスピードの迫力溢れるレースが展開されました。はい、さあ、これはレーススタートの瞬間ですけれども、そこからアタックをかけようというふうに、動いてくるんですが、なかなか決まらない状況が続きました。こちらもそうですね、非常に高速なレースが展開が続きましたね。はい、さあ、そしてこちらはですね、広島のハピエルですけれども、アタックをします。これもダメだったんですね。で、残り5周でようやく決まりました、プジョルと、そしてイリベですね。はい、そして残り4周のところで7秒差、中段はマトリックスがコントロールして追い上げています。はい、この選手も見えていますが、さあ、残り2周の段階で差が広がって25秒、ラスト1周に入ります。先頭は2人のままです。後ろの集団も今度は宇都宮ブリッツェンが引く形で16秒差、さあ、追いつけるかどうか。まだまだ逃げる2人、プジョル、そしてイリベ、ブリッツェンが追う。そしてゴール前、先頭2人がまず来る、後ろから集団もやってくる。さあ、どうだ。先頭ではスプリントが行われます。前にイリベ、後ろからプジョル、イリベ、イリベが前、勝ったのはイリベ、見事に勝利を収めました。集団追いつかれなかったですね。はい、読み違えた感じですかね。集団後ろで必死に追ってスプリントもしたんですが、届かずということで、見事に島野のイリベが勝利ということです。前橋クイテリウム勝者ということで訓練ももらっています。さあ、順位はこのようになっています。島野レーシングのイリベが5勝、プジョルがノータイムですが2位以下、ご覧の通りとなっております。さあ、続いては第18戦前橋赤城山ヒルクライムのダイジェストをご覧いただきましょう。9月25日の日曜日、同じく群馬県前橋市で行われました。さあ、今度は打って変わってのコースですね。はい、そうですね、前日のクリテリウムとは全く、逆な性質の山を登るレースということで、はい、スタートが始まりました。はい、加賀選手がなんかちょっといきなり声を出しているところもありましたけども、こちらもまた序盤からいろんなチームがアタックを仕掛けるんですが、なかなか決まりません。これ愛なんですけどもね。で、集団のまま山に入ります。この選手が前で頑張ってます。はい、そして集団は徐々に減っていくんですね。人数が絞られていきます。結構多いですが、かなり勾配もきつくなってきました。はい、そして残り 2.5 キロで右京のプジョルがアタック。今日もアタックですね。はい、前日に続いているところなんですが、で、後ろからはですね、ホセビセンテ、そして増田の2人ですね、追走します。そしてつづら折りのところなんですけれども、これ増田がなんと落車、その影響で遅れる。で、プジョルですが、これで単独先頭ですね。後ろはどうなんでしょう、ホセビセンテ終えるかと思ったんですが、結局このまま、はい、オスカルプジョル見事にゴールということになりました。そして後ろからホセビセンテ、クリビオ2ゴール、落車の影響で遅れてしまった増田がその後ろでゴールということになりました。いや、そのままハートマークでゴールしましたけども、はい、見事な抜け出しからの勝利ですね。そうですね、一人になってから淡々と踏み続けて見事に体勢をつけてゴールです。はい、まあ、前日のちょっと雪辱をこの山登りで果たしたという感じでしょうかね。おめでとうございました。
はい、ご覧の通りです、プジョルですね、そしてホセビセンテ、増田がトップ3ということになりました。以下はご覧の通りとなっています。そして総合では、ルビーレッドはホセビセンテ、トリックス11976ポイントでトップということになっています。これ逆転でホセビセンテ、ルビーレッドということになりました。はい、チームでは宇都宮ブリッツェンが右京と、800ポイントぐらいですね、リードということになっています。以上 J プロツアー第17戦18戦のダイジェストでした。